もう一度折り返す、ゴール前、島田から前を向けるか、林のシュート、きっちりと決めた。ビルドアップの中心がこの佐藤です。矢島に入ったところでうまく奪いました。林、石原、右足クロス、低いボール、届けましたが、ここは奪ったのは加藤でした、梶浦からのスルーパス、ビッグチャンスを迎えます、石原のクロスに奥田光也だ。時折、1人の相手に対して2人でアプローチ行ったりしてるんですよね。まあ、空いたところでこうちょっともうちょっとコミュニケーション取っていかないと危険生まれます。林から石原、間に合うか、石原詰めてた。杉浦恭平が足を伸ばしましたがここで拾った。杉浦恭平来て押し込んだ。そして藤村、これも低い弾道、中折り返し、空振り、シュートくる、石原決めてきた。キッカー藤村、今度は高いボール、折り返し、決めてきた。セットプレーからの得点、林です。松下、あっとこれが引っかかった。そして藤村シュート、ループ気味、ここで決まって3点目。裏、奥田、加藤からバイヤークロス上げてくる、おっと決まった。藤村、高いボール、ゴール前、転がって押し込んだ。もう一度藤村、クロスが入ってくる、ボール、さあこのセカンドボール、おー、ちゃんとシュートだー。初スタメンっていう選手多いと思うんですけど、そうですね、試合の入り方っていうのは落ち着いて入れてるのかなと思います。豊田フリーだ、決まったー、できました、初先発。さあ長いボール一本、足元収まって中に送る、決まった。杉浦、もう一度小島、縦を使う、回り込んで小島、右足低いクロス、おいし、左足、杉浦収めさせてない、内側追い越した、梶浦、バイヤーからこのボール、金沢、低いボール、ゴール直接入ってくる、小島がクリアします。林が追いかける、林入れ替わった、林、杉浦スルーして右足シュート、サイドを変えます、ダイレクトで中に入れていきました、杉浦シュート、あー吸い込まれた。野竹は足を滑らせましたかね。さあ右サイドダイレクトで出ていった林、8得点中セットプレーから7点です。こぼれている、さあまだ金沢ボール、藤村セットして右足、はあ、藤村が蹴る、直接狙ってくる、決まった。藤村から梶浦、前を向く、クレイソン後ろから行くが、杉浦恭平、左に今度は展開、加藤純也仕掛ける、左足クロス、こぼれたところ、もう一度拾って、決まった。プレー続行、そしてここでカウンターになるか、金沢、梶浦持ち上がる、杉浦恭平に通ればビッグチャンス、1対1、須田が仕込んで同点。縦を狙った、林が追いかける、林のクロス、杉浦恭平だ、できてますからね、石原どうするか、中には2枚、石原クロス、足で上がってた、縦に送っていく、大石が流れている、ファーサイドフリー、杉浦の場へ、来ました、藤村縦判定する、奥田ラストパス、中央だ、右足、大石、仙台と前回対戦した時の前半の形が理想だと選手たちは話していました。大石が来た、大石かわす、大石の左足、大谷のスピードを生かします、
フラッグ上がっていません。大谷左足でクロス流し込んだの付近でポジションを取りました。さあ小野原ヘリング決めた。奪った金沢島田、加藤純也、さあ林、林決まった。ここにはフリー奥田、一旦落として左足でシュート、決まった。今2位の岩田との勝ち点差は5ですから、伊予さんしっかりとこの金沢戦逆転勝利を収めなければいけません。アドバンテージ見た加藤純也、元です。ここに小島のクロス、うん、豊田のヘディング、梶浦拾う、広げる、ダイレクトのクロス、真ん中フリーになった、シュートだー。狭いところワンタッチが入る、奥田ヒール抜けた、右足だ。おーっと一度は止めたがプッシュ、はい、梶浦から加藤純也、細かいところ入ってくる梶浦、うん、こぼれ球は奥田のシュートだ、ディフェンダーに当たってゴール。野田家戻して、さあ渡辺のところでしたが、ここでパスカット、小野原、さらには左流れて木村雄大、1対1になる。さあ持ち上がってビッグチャンス、自ら行けるか、右足振り抜く、決まった、ね、はい。金沢としては前節の後半のような戦い方、うん、理想と試合前に話していました。ここは奪えばチャンス、林が合わせた。